シナノの国は自主に境貫る国にして、そびうる山はいや高く、流るる川はいや遠し、松本稲作善光寺。はい、というわけでやってきました善光寺のお膝元、門前通りにあります十割そば大善。中町通りから駅に向かって徒歩数分のところにある超人気そば店であります。こちらのお店の売りは、なんといっても信州で有名な翡翠そばの10割を提供しているお店で、その他にもいろいろそばを使ったメニューも豊富に取り揃えている店でございます。メニューもこのように多種多様にラインナップされていて、まあおそらく来ると本当に迷ってしまうほどでありますね。かけそば、山菜そば、とろろそば、いろいろ取り揃えてございます。エビ天そば、はい、こちらには天丼、豚丼なんていうのもありますね。大膳定食、こちらお稲荷さんがついているセットでございます。その他にもこのように地元のお酒なんかもいっぱい取り揃えていますね。そばゼリーからおすすめの一品にかりんとうまんじゅう、天ぷらまんじゅうなんていうのもあります。そんな中、今日は天丼セット注文しましたよ。見てください、こちらが翡翠そばの10割、そしてこのタワーのように盛られた天丼、エビが逆立ちしています。これちょっと高さ取るのはちょっと難しかったんですけれども、非常に高く盛られた天丼でございました。そして卵焼き、おしんこ、定番でございますね。さあ、それではいつものようにそばだけで一口いってみますよ。いや、やばい、これね本当に美味しかったんです。翡翠そば本当に美味しいですね。さあ、それではそばつゆに半身浴させたおそばちゃんをいってみましょう。いや、これね本当に超うまい、店員さんにどうですかなんて言われて思わず笑顔がこぼれてしまってますけれども、これね本当に喉越しもいいのでね、止まりませんでしたよ。さあ、それでは天丼いってみましょう。まずはトップバッター、ナスの天ぷらでございますね。これね、ナス非常に柔らかくて、それからさすがお蕎麦屋さんの天ぷらですね。返しの醤油なんかも非常にいいものを使ってるんでしょうか、私には分かりませんが、この天つゆなんかもご飯と相まって本当に美味しかったんです。これ止まりませんね、これ天丼の大盛りでも良かったぐらいの、そんな勢いでございますよ。さあ、そしてご飯を食べるところ、天ぷらが上に乗っていてちょっと邪魔、エビが落ちそう、やばい、でもご飯美味しい、すんごくご飯も美味しいですね。さすが信州米どころであります。さあ、そして天ぷら2品目いってみますよ。これ今天ぷら食べてるんですけども、こちらのお店では翡翠そばを使ってるということで、翡翠そばというのは長野県で生まれたオリジナルのブランドのお蕎麦ということで、まあ、正式名称は長野 S8 号という名前らしいんですが、そういったそばを使っております。光り輝くようなお蕎麦、そして香り高い、そういうことで割と有名なお蕎麦でございます。さあ、そしてわさび、ネギをドロップ、おっと指についちゃった、舐めてしまえ。そして長野といえばこちらですね、八幡八重そぼろ、七味唐辛子、まあ、目と鼻の先にありますから、こちら投入して、それでは味変でいってみたいと思います。パクパクもぐもぐ食べております。さあ、味変大成功でございますね。本当に美味しかったですよ。
ね、バランスよく本当にそばがつゆに絡まりまして、このそばつゆもこちらのお店ではそんなに辛くないのでね、あのたっぷりおそばをつゆにつけても十分美味しく、そばの香りが死なずに美味しくいただける、そういったそばでございました。さあ後ろでは店員さんがひっきりなしに行き来しまして、お客さんなんかもたくさん訪れておりました。こちら天ぷら、次行ってみましょう。これ私ね、最初食べるとき何かわからなかったんですけれど、食べてわかりました。これね、エリンギの天ぷらが乗ってたんですね。これまた面白いじゃないですか。私エリンギの天ぷら食べたのはこちらで初めてだったんです。すごく美味しかったですね。これまたあの信州の食材を使った天ぷらということで本当に美味しかったですね。そしてこのエビ天、この大きさ伝わるでしょうか、映像で。口を大きく開けないと入っていかなかったですね。エビの身がプリップリ、この大きなエビでしたよ。ご飯との相性も抜群。これエビ天セットということで、あのエビの天ぷらの丼、これだけでメニューあったんですけど、それだけで食べるともうちょっと大きいものが出てきたんでしょうか。それは食べてる人がいなかったので私分からなかったんですけれども、このエビがね、尻尾の方までもう身が本当にずっしりと詰まっててプリップリでした。さあそばを食べ進めていきましょう。この翡翠そばを使ってるお蕎麦屋さん、最近長野県内では増えてきたんですけれども、こちらの塩に関して、あの例えばつなぎは 30% 以内ではなければいけないとか、全部手作業でやらなければいけないとか、非常にきめ細かなそういったお決まり事があるんだそうです。これ最後の最後まで絶対残すまい、こらうまいな、そんな感じで食べております。思わず咳込んでしまいましたね、年でしょうか。さあ最後ご飯を一気に駆け込みますよ。紅生姜も、うん、美味しいじゃないですか、定番ですね。さあそれでは締めのそば湯行ってみたいと思います。こちらね、そば湯ね、美味しかったんです。あんまりこうドロドロしてなくて、サラサラ感がとてもありまして、ね、あのですがそばの風味が全く損なわれていなくて、絶妙なあの粘度といいますか、香りといいますか、味加減、さじ加減、美味しかったですね。本日もごちそうさまでございました。